ライズアップ膨張の要因、得してたはずなんです。ところが実際は得してなかったと。どういうことかっていうと、白坂慎太郎です。今回はライズアップ赤字55億円というテーマでやっていきたいと思います。で、まずちょっとライズアップグループの全体から確認していきたいと思います。でライズアップグループですね、まあ、ライズアップグループということで、まあ、一番多い時はですね、まあ、約80社ぐらいの、まあ、グループになっていました。あれからまあ、ね、かなりこう、会社とか事業っていうのを、どんどん売却進めていってるんですけれども、まあ、一番多かった時で80社ぐらいのグループということですね。で内訳は、まあ、ライズアップというもともとの、本体本業が、まあ、売上の 19% で、それ以外の会社合計で 81% というふうになっています。でまずグループの方の売上と当期純利益っていうのを見たときに、まあ、2019年3月決算が2109億円の売上で、当期純利益が217億の赤字だったということですね。で一番直近の2020年3月期決算に関しては売上が2029億で、赤字がマイナス55億ということです。で、まあ、売上は少し減って、で、まあ、当期純利益の赤字幅がまあ減少しているというような決算になっています。ちなみにライズアップ本体のことだけを考えると、2018年の売上が318億、2019年が413億で、2020年が401億ということで、まあ、2020年は前の年からすると、まあ、売上が減っているということですね。でこの決算っていうのが3月31日までの数字が含まれていますので、まあ、3月1ヶ月に関しては、まあ、コロナの影響があったということですね。なので、まあ、コロナの影響がなければ、まあ、同じぐらい、昨年と2019年と同じぐらいだったかなという感じなんですけれども、ただ、明らかに成長が、まあね、止まってるというか、まあ、鈍化してるっていうのは間違いないと思います。あの2018年が318億で、ここから約100億ですね、1年で約100億増えてたんですけれども、まあ、今回はコロナの影響があったとはいえ、まあ、明らかに成長が、まあ、鈍化してるということが言えるということですね。でこのライズアップグループっていうのは、まあ、結局売上が2100億とかっていうぐらいに、まあ、急激にこう売上が大きくなった、グループなんですけれども、じゃあなぜそんなにね、本体自体は、まあ、結局300億400億ぐらい、なわけですけれども、なぜグループでは、2100億とか、いうぐらいこう大きな数字を上げるようになったのかっていうことを、ちょっと今回は学びを深めていきたいと思います。まあ、ライズアップグループ膨張の要因というふうに書きました。まあ、膨張っていう言葉を使っています。後でその膨張と成長っていうのは何が違うのかっていうのは、まあ、説明をしたいと思うんですけれども、まあ、あえて今回は膨張という言葉を使っています。要するに本体が300億400億ぐらいの企業なのに、なぜ2000億もの企業体になることができたのかといった時に、まあ、一番は M&A ですね、まあ、合併買収ということで、まあ、結局一番多かった時でグループ全体で80社ぐらいあったわけですから、まあ、ひたすらひたすら、会社を、まあ、買収して合併していったという M&A によって、まあ、膨張していったということなんですね。じゃあなんでそういったことが成り立ったのかっていうと、まあ、2つの、キーワードっていうのがあるんですけれども、一つは負ののれんですね。1個ずつ説明していきたいと思います。まずのれんっていうのは何なのかっていうと、これはですね、まあ、昔ラーメン屋さんとかで、こうかかってたあののれんっていうのが、そのまま言葉になってるんですけれども、簡単に言えばブランド代なんですね。で普通はブランド代なので、まあ、プラスのブランド代になるんですけれども、まあ、ライズアップの場合は負ののれんというのを会計に計上していましたということですね。はい、それにIFRSというこの国際会計基準というこの2つの組み合わせっていうのが、まあ、ライズアップ膨張の要因になったということですね。はい、では説明を続けていきたいと思うんですけど、まずのれんっていうのは何かっていうと、まあ、例えば買収する側の企業ですね、資産、負債、純資産で、買収される側の企業、資産、負債、純資産といったときに、まあ、例えば買収される側の純資産に100億という数字が計上されているとします。そうすると、まあ、100億の純資産の企業なので、まあ、100億で買収するというのが普通なんですけれども、実際は100億を100億で買収するってことはほとんどないんですね。多い場合は例えば100億の
んだけど150億で買収するというようなことを、するわけです。で、なんで100億のものを150億で買収するかっていうと、この企業っていうのが将来成長するというふうに、まあ、見込んでるわけですね。今は純資産100億の企業なんだけれども、これから成長する、その成長への期待というのも込めて100億の企業を150億とかっていう金額で買収するということになります。じゃあ100億のものを買いましたね、でも実際150億払ってます。じゃあそのプラス50億っていうのは何なんですかって言った時に、会計だとそれをのれんという言い方をするんですね。100億のものを150億で買ったということであれば、100億はこの企業の代金になります。で、残り50億っていうのはのれんに50億払ったということで、資産に50億っていうのれん代というのを計上するんですね。これが正ののれんです。まあ、つまりプラスののれんということになります。ところがライザップがやったのは逆だったんですね。正ののれんじゃなくて負ののれんというのをやりました。それはどういうことかっていうと、100億のものを、まあ、50億で買収するということをやってきたんですね。はい、本当は100億ですと。本当は100億なんですけど、それを50億で買うということをやったわけです。ってなると、まあ、ライザップは単純に50億得してますよね。ライザップは単純に50億得しています。どういうことかというと、100億なのに50億で買えてるわけですから、50億得をすることができてるわけですね。なので、会計上はどうなってたかっていうと、結局、100億ですと。だから、100億なんだけど50億で買いましたと。だから50億はライザップの資産が増えてるんですね。じゃあ残り50億は、まあ、ライザップは、まあ、お買い得をすることができて、得をしたことがになったので、だから営業利益がプラス50億増えるということが起きたんですね。100億のものをライザップは50億で買うことができました。だから資産が50億増えて、残りお買い得することができた部分っていうのは、営業利益としてプラス50億というのが会計に計上されるということになってたんですね。こういった会計処理っていうのは、国際会計基準 IFRS だったら、そういう会計処理になります。日本の会計基準だったら、これは特別収益ということになるんですけれども、国際会計基準 IFRS の場合は、営業利益、本業の方に、まあ、計上するという風な、まあ、会計処理になってたんですね。なのでライザップっていうのは結局この2017年前までっていうのは、ひたすら M&A をやって資産を増やしながら営業利益も増やし続けてきたというような、まあ、決算をずっとこう発表してきてたんですね。それで結局本体は、まあ、200億300億ぐらいの企業だったわけですけど、売上っていうのが、まあ、2000億ぐらいになって、そして3000億円企業を目指しますという、まあ、ビジョンを掲げてやってきてたということなんですよね。ところが、ね、実際それがじゃあなぜ去年の2019年3月でいきなりこう巨額の217億円の赤字を決算発表することになったかっていうと、この企業ですよね、100億の企業を50億で買えてるわけですから、ライザップは得してたはずなんですよね。得してたはずなんです。ところが実際は得してなかったということになってたんですね。どういうことかっていうと、この企業は会計上は100億の純資産があったんだけれども、実際ですよね、実態としては100億どころか50億の価値もなかったということが分かったわけです。それどういうことかって言ったら、将来の成長可能性がない、もっと言うとこう再建する、立て直す、再建する見通しがない企業を50億とかで買ってたということになったわけです。ライザップはなぜ買ったかっていうと、ね、結局100億のものを50億で買ってるわけですから、このね、残ってるプラス50億の相手が持ってる企業、相手の企業が持ってる資産で立て直そうと思ったわけですね。100億での価値があるものを50億で買ってます。なので50億、まあ、相手が余計にプラスの資産を持っているわけなので、その相手が持っているプラスの資産を使ってライザップの、ね、例えばマーケティングとかのノウハウを使ってこの企業を再建させていこうというふうに考えてたんですね。それでこう M&A 合併買収っていうのをやってたんですけれども、実際こう一社一社今まで M&A で買っていった企業っていうのを一社一社見ていくと、いや、この企業って100億どころか50億の価値も実際はないですよねと、まあ、つまり 今から成長する可能性はなく、再建の見通しも立たず、下手すると、まあね、はっきり言ってこのままこう倒産していくかもしれないみたいな、まあ、そういうね、非常にこう良くない
ない企業をたくさん買ってたということが起きたわけです、ね、だから実際はライザップは100億の企業を50億で買ってたので得してたはずなんですけど、実際は得してなくて、むしろ50億の価値もない実態はですよ、実際の価値は50億もない、もしかしたらこのままずっと衰退し続けてやがて倒産するかもしれない企業な企業をわざわざ50億のお金を使って買ってましたねということになったわけです。なので逆に50億がまだ高いという評価になって、結局特別損失ですよね。日本だったら特別損失、国際会計基準 IFRS だったら、営業外の損失と、営業損失ですよね、営業損失として計上しないといけないということになったわけです。それで結局当期純利益は去年は217億の赤字、今年に関しては、まあ、当期純利益は55億の赤字というふうになったということなんですよね、はい。なので結局、まあ、ライザップはですね、まあ、よく解釈すると赤字幅が、まあ、減少したという言い方はできるんですけれども、実際は今までの累計で言うと、まあ、利益剰余金はもうむしろ赤字になってるんですよね。今までライザップグループがずっと創業以来、やってきた、企業経営やってきた、その合計の利益剰余金自体ももう赤字になっているという状態になっています。で、一番懸念されるのはやっぱり本体ですよね。ライザップ、ね、一番有名なのはボディメイクということで、ね、あの本当に2ヶ月とか、短期間で、ね、痩せられると、そしてこう素晴らしい体を作っていくというボディメイクっていうのが、まあ、本体としてある、わけですよね。本業としてあったわけです。でそれがすごく高単価高収益率の、まあ、ビジネスということで1本あったんですけれども、まあ、その成長っていうのが鈍化しているというところが一番大きな、まあね、懸念材料ということになります。なので、まあ、こっちの方で、ね、あんまりこう売上こそこう、ね、グループ全体の売上こそ2000億円ぐらいまでいきましたけれども、まあ、実際こっちの方は利益という意味ではなかなか貢献するところまではいってないと、いうことですよね。むしろその、赤字の、ね、元凶になっている、ということになります。でそれに加えて本体の方の成長が鈍化してきているというのが今のライザップグループの、実態ということになるわけですね、はい。そうした時にやっぱりね、こう膨張と成長っていうのをね、今回は考えたいと思います。膨張というのと成長っていうのは一体何が違うのかっていうことなんですけれども、膨張っていうのは数字が大きくなっているということなんですよね。例えば売上という数字が、まあね、ライザップグループは2000億、超えましたと、今度3000億目指しますと、もしくは当期純利益が何億利益が出ましたと、ね、そしたら何億の、当期純利益を目指しますみたいな、まあ、そういう、こう数字が大きくなっている、だけど中身実態っていうのがそれのその数字に、ね、その数字の大きさに伴うほどになってないという場合は膨張ということになるわけですね。で成長っていうのは何なのかっていうと、人の発達が伴っているということなんですよね。だ人っていうのは例えば経営者本人だったり、取締役会の取締役のメンバーだったり、もしくはお客様に直接接する従業員の方々の成長だったり発達ですよね。こういったものが伴っていて、ね、その経営者が発達している、そして取締役が発達している、そしてお客様に直接接する社員の方々、従業員の方々が発達しているということであれば、それに伴う数字が大きくなっているということであれば、それは成長ということになるわけですよね。だから単に数字だけが大きくなっているのか、それとも人の発達に裏付けられた数字の、ね、が大きくなっているのかで、膨張と成長というふうに言葉を分けているということになります。そうすると、まあ、ライザップグループに関して言うと、まあ、結局本体が300億400億というところまで来たんですけれども、結局、まあ、この2000億円企業ぐらいの経営するほど、まあ、結局人の発達が伴ってなく、結局 M&A ですよね、合併買収でひたすら売り上げっていうのを大きくし続けた結果、まあ、結局ライザップグループは成長してきたわけではなく、まあ、膨張であったということが言えると思います。はい、ということで今回のテーマから私たちが学ぶことができることは、膨張と成長は違うということですね。膨張というのは単に数字だけ、成長というのは人の発達が伴っているということで、ね、あの企業っていうのは、ね、膨張しているだけなのか、それとも本当に成長しているのか、それは言い方を変えたら単に数字が大きくなっているだけなのか、それとも人の発達に裏付けされた数字の成長なのかっていうのを見分けられるようになっていきたいというのを今回の
の学びとしたいと思います。はい、今回の動画はですね、あなたも役に立ったということであれば、ぜひグッドのボタンを押して応援していただけると嬉しいです。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。あなたのとても貴重な時間にて、この動画を最後までご視聴くださり感謝しています。ありがとうございます。